思い出の試合見ていきます。小屋に湧いた時は、月の方に行きますね。で、月は解読する人もいれば、左に流れる人もいるので、こうやって確認しながら耳鳴りと索敵して、ここ足跡見えたので一応相打ち覚悟で突っ込むんですけど、ちょっと今回は当たらなかったですね。まあでも傭兵なのでスルーして、まあ一発入ってたらでかかったんですけど仕方ないですね、これは。なのでこのまま最果てに行きます。で、これ耳鳴り誰のか分かんないんですけど、この辺で耳鳴りするので見てみたら占いいました。で、これは足跡的に奥に回ってるので謎の揺さぶりを挟み、ここでしっかり隙ついて切断するんですけど、まあ服を使われてしまいますね。で、ポジ移動はされないので、ここをグルッチ拒否の噴射を置いて背中に向けてくれたら切断ですね。で、まあ傭兵は月というのだけ把握しています。このままもう何もないので時間の問題ですね。で、ここ読み合いに勝って占い師ダウンで月が止まってるかどうかだけ警戒したって感じですね。で、釣るときにどこが揺れてるのかなって見て、まあどこ揺れてるかまで把握してないと思うんですけど、多分あっこの今カウボーイがいたところは把握してたと思います。で、月止まってるので傭兵の方に行って、節を狙ってちょっとガバってるんですけど、ここで一発入れることができて、このまま DT 取りたいなーって感じですね。で、しっかりと椅子触った時に刹那するのを意識して距離詰めてダブルラインですね。で、このまま占いのトンネルすればいい。で、存在感マックスになったので、すぐ刹那ができて占い師に攻撃が当たると。で、この足跡傭兵も工場に逃げてって、でも傭兵がダウンしても耳鳴りしてるので、これはカウボーイだということで感謝を置いて警戒してますで、このまま何持ち上げて工場行こうとしたんですけど、カウボーイに取られると思って外に釣ったら、カウボーイがこっちに来たのでちょっと読み負けてしまいましたね。で、取られるのが怖かったので一旦下ろして、感謝を置いてカウボーイ仕留めに行きます、ね、一発入れに行きますね。で空振って避けられて、なんとかここでカーボに一発入れられますね。ただこう外に逃げられてしまうので、まだまだ取られる可能性があるんですね。で、占い師は這いずりでここまで来てたので、まあ多分あの椅子には間に合わないんですよ。でも、まあ間に合えって感じで、もうカーボに取られてもいいので、これは警戒せずに突っ込んでます。ただこれはもう逃げもがかれてしまって、で、ここで空軍銃ですね。しんどかったですね、これは非常にで、残り暗号機が3で解読が2人で、ここカウボに行って当てられないように警戒しながら早めにカメラ合わせて刹那でダウン取ると。で、カウボーイしっかり警戒して持ち上げて、でもこれはもうさっきの反省を生かして、あと板が怖かったので、で、ここでちょっと縄早めに振ってくれんかなとか思って戻ったりしたんですけど、まあうまいこと釣れましたね。で、空軍はそこにいたので、まあ、最果て空軍かなって。で、ここ、カウボーダウンと痛かったんですけど、ちょっと、切なカメラワークが間に合わなくて。で、まあもう、空軍が、最果てから来てるのは分かったんで、で、まあ、救助間に合わないければいいなって感じで、もう飛んでますね。もしくは、一発入れれれば全然。で、ここ読み合ったんですけど、ちょっと、ギリギリ。間に合ってしまった。これしんどいですね。で、カウボーイに取られて、残り暗号機2台で、空軍殴らないと、もう暗号機回すのが2人になってしまうので、で、ここ監視者は、上に逃げたかどうか確認するための監視者。で、上に逃げてるので、このまま追います。この空軍を殴った理由はちょっとよくわかんないですね。で、まあ残り2個なので傭兵は起こしに来ないと勝手に思ってますで、このまま占い師ダウン取ってって感じですね。
で占い室目に行きます。でここ板壊して占いをいますね。脳骨折の間に合わずと。でカウボに取られて上に持ってかれると思ったので感謝で確認して占いダウン取りに行きますね。ここ刹那で抜けるんですけどちょっとダメージ入らずで袋あるかって感じですね。でここ空軍起き上がって、まあ傭兵起こしに来ないだろうって思ってたので、まあ、騎士会っていうふうに勝手に判断してます。でも暗号機上がったのでこれはまあ騎士会で間違いないかなと。残り最果てですね。で占い師ダウン取ってここ刹那狙って、まあ焦ってたのでだいぶ空振りしてますね。で感謝を置いて距離離そうとして持ち上げて釣れればよかったんですけどここ取られてしまってもうだいぶしんどいですね。だいぶ焦ってます。でここ切なしてカード詰まってなんとか下ろさずに、ね、ダウン取れたので2人一気にダウンしてくれて助かりましたね。で残り足跡が最果ての方に見えて残り最果てって感じですね。これ近づいたらもうすんごい音鳴ってたんでとりあえず空軍とダウン取って、空軍は騎士会なのでここで異常に変えますね。基本的に異常には変えないんですけど、まあカウボーイを暗号機に寄せて傭兵ダブルダウン取れば解決なのでとりあえずまあ異常でも良かったかなっていう感じですね。異常でうまくいく試合っていうのはあんまりないです。瞬間移動の方が何かあった時のために役立ちますね。今は空軍は騎士から入ったので耳鳴り確認しながら傭兵をせかして、で空軍を起こされないようにですね。でここ画面外に逃げられたのでちょっと刹那が止まってしまったんですけど、でここで絶対ケバブしたくなかったんで1回転挟んで傭兵を確実に殴って、で空軍は絶対起こされてはいけないのでここでカウボを起こそうとするんですけどそれを止めに行く。でカウボをダウン取ろうとしたんですけどかわされて、で傭兵が起こそうとしてたので傭兵もダウン取ってしまって、であとはカウボーイダウン取ればもう勝ちなのでこのままカウボーイをダウン取って対戦ありがとうございましたって感じですね。